お久しぶりです。久しぶりです。もう場所がバリから日本になってちょっともう背景もね、あのクラゲ村のオフィスとは全然違う大学の施設になってるんですけど、まあ、ホワイトボードホワイトボードです。バリのインターンが終わって、まあ、日本に帰ってきて、で、今大体3週間ぐらい経ったところで、まあ、バリの1ヶ月を振り返っていこうっていう感じなんですけど、まあ、僕ら1ヶ月ずっとダイビングしてて、で、まあ、あのお客様に付き添いして、まあ、カメラで写真撮ったりで、まあ、各種 SNS をやったりとかをずっとまあ1ヶ月やってみて、で、まあ、あの右の方はあの初めてやった、さあ本格的に YouTube 作成した初めてで、最初は結構やっぱ慣れない作業も多くて勉強ばっかりだったんですけど、まあ1ヶ月通して、まあ、慣れていって、まあ最終的に、まあ、ある程度のレベルの動画は作れたかなって感じで、はい、結構レベルで、結構なクオリティな、まあ、頑張ったなっていう感じの編集が結構目立ってたんで、まあ、まだ見てない方はあのぜひ見てほしいなと思うんですけど、まあ1ヶ月なんか過ごしてるとやっぱりバリなんかもう慣れてきて、なんかもうほんまに過ごし方が日本とあんま変わらんくなってきたりとかはしたんですけど、まあでもやっぱりなんか一回日本にもこれで帰ってきたら、なんかあの生活って別に日常のなんかあり当たり前じゃなかったんだっていう、違うな全然違くて、やっぱりまあ衣食住の食でいうと、やっぱりあのバリ そのワルンとか行ったりとか、まあ結構1ヶ月でまあ僕ら普通にご飯食べに行ったりとかで、まあなメギは調査でもワルン行ったりとかしとって、結構ワルンの経験値がまあもうある程度あるんかなっていう感じなんですけど、まあご飯結構日本と全然系統も違うし、めっちゃ辛かったし、いやでも美味しかったな、懐かしいわ、うまいけどな、そうもはやそれすら懐かしいっていうぐらいの期間空いてしまったんですけど、インフルエンザとかもかかっちゃってて、それで3週間ぐらい空いちゃったんですけど、まあね、あのでもバリでは全然2人とも体調崩すことなく1ヶ月フル出勤できてちゃんと、でまあその休みの日は休みの日でそのインターン以外での調査やったりとか、はい、調査とか、まあいろいろ結構イベント盛りだくさんやったけど、まあ結構僕ら全部フル出場できて、結構な珍しいかな、まあ誰かしらなんか1回は絶対体調崩す中で、まあ2人フル出場できたっていうのは結構でかいし、まあだからその分あのクラゲ村さんの方での、まあ、なんつうの貢献する機会は多く与えられてたのかなっていうふうに今思ってて、そうな仕事やったか、やりきったか、めちゃくちゃあるね、イベントも充実してたし、そうやね、体調も崩さずに全部やったし、逆に素材が多すぎて全部動画にできてないとかもまあ2、3、1つぐらいちょっとだけあったな、まあもう、まだそのあれも経験したことが多すぎるがゆえんのっていうところがあって、まあ、メギはもう帰りの飛行機の待ち時間とかでも永遠に編集してたんで、そうやね、まあもうそんだけもうなんかそんだけあったらもうね、達成感すごいやろ、まあ、目標としてたなんか3日に1回投稿はちょっとイベントとか多かったりして結局できなかったんですけど、合計で作った動画の本数がこれ合わせて11本、2桁いけたんで、まあ、まあまあ、まあまあ1ヶ月で、まあ、3日に1本ぐらいに換算にはなってるかなっていう感じで、そうやな、まあ目標も達成できて、でそれ一個一個のクオリティもまあ、あの妥協せずに作れて、まあなんかいい結果になったんじゃないかなっていう感じで、ね、1ヶ月間、もうなんかまあ思い出なんか別にまあ思い出そうと思ったら別にいくらでも思い出せるけど、ね、あのなんか遠い昔のように感じて、なんかその最近カズさんとかがあの
クラゲ村の YouTube で上げてる動画とか見た？見た、うん、めっちゃ懐かしいよ、その最新のな、ほんまに僕らがあのアメットであのビーチクリーンやった時の様子とかがその YouTube にカズさんが編集してあげてくれてて、うん、まあ、それを見てあまり懐かしいなみたいな、でも言うてあれから1ヶ月経ってへんのよなみたいな、うん、早いな、うん、まあ、でもほんまになんかあっという間やった、うん、あのゲストハウスでの生活まあ、ね、そうやね、今では考えられへんような生活のあれやったけど、もうあれからだってまだ1ヶ月経ってないし、うん、やけどもう日本帰ってきたら気づいたらもう長袖キーナーもクソ寒いになってるし、温度が全然違う、温度が全然違うっていうので、うん、まあ、それも込みで多分インフルに彼はなったと思うんですけど、うん、そうやね、うん、まあ、僕もちゃんと風邪ひきましたし、うん、まあなんか一番なんか大事なのはやっぱなんかなんやかんや体調かなっていうあれだね、うんうん、まあなんか何はともあれ1ヶ月やりきったな、ちゃんとやりきりましたよって、うん、ちょっとあのドロップアウトとかしないですよっていう、やりきりましたよっていうあの、まあ、報告動画も兼ねてるよねこれは、うんうん、まあ、なんかそろそろいい時間になってきたと思うんだけど、うん、なんか最後な俺ばっか喋ってるから、そうやね、でなんかやっぱ動画編集担当としてこの YouTube とかもメインでやってた身としては、この1ヶ月どう振り返りますかね。そうやね、やっぱり最初やっぱ大変やったけど、やっぱ何事もなんか慣れというか作っていくうちにやっぱ慣れていって、まあそうね、そうか、難しいな、むずい、まあむずいけどね、もうなんかあるよね、コツは掴んできたよ、うん、そのなんかずっとその編集するってなってもデータめっちゃ食うみたいな問題があったりとか、うん、あと、まあ、データも食うしめっちゃアップロードに時間がかかっちゃうとか、なんかそういうなんか細かい問題とかが結構発生していったけど、うん、なんかそこはなんか慣れでやっぱりうまいことコツ掴んで対処法なんか一個一個見つけ出していって、うん、そう、ね、それも結構なんかまあある種の学びかな、うんうん、実生活にどう、ね、あのデータ使いすぎるときどうしたらいいかみたいな実生活であんまりなんかない ね、うん、ないけど、まあでもなんかそういうイレギュラーなことに対しての対処能力やったりとかは、うん、まあなんか計らずも伸びたなって感じ、うん、そのなんかそういう、うん、そういうためにインターンしてたんではないけど、うん、まあなんか副産物として、うん、なんか得られた経験値ではあったなって感じはなんかそばで見てて思ってました。そうやね。あとはなんか普段楽しんで見てた例えばイッテ Q とか月曜から夜更かしとか、ああいうのってやっぱその動画作ってみたから、そうどんだけいかにエフェクトとかやっぱその編集と か、 なんか影の努力っていうかな、その、うん、僕たちは完成形だけしか見てないから、まあ、あんまりよくわかんないけど、その裏側を知ってるとやっぱ完成度高いなというか、真似したくてもやっぱなかなかできないなっていう、やっぱプロの世界だなっていうのは思いました。うん、動画ってねやっぱりこれはキリないから、そうやね、うん、まあ、動画もそうやけど、うん、あの人生初ダイビングをバリで迎えたメギの、そのもうそっちよ、ほんまやちょっとそれだいぶ時間来たけど、うん、そっちよメインは、うん、そうやね、ダイビング、うん、最初口呼吸とかあんまり得意じゃなかったからやっぱ不安やったけど、やっぱ実際やってみたら案外簡単やったり、まあ、それも多分やっぱガイドさんのまあ、そのクラゲ村ジェリーフィッシュさん の、 その教えがあったからこそこんなに上達できたというかすんなりできたっていうのはあると思うんですけど、楽しみ、ほんまになんかガイドさんの日本語のレベルがすごい高いから、うん、
全然普通になんか言ってること分かるし、うん、だからなんかそういう面でもやっぱりその言語で言った意思疎通、ガイドさんとこっち側で意思疎通ができるからこそやっぱり安全にダイビングを楽しめるっていうのも、うん、やっぱりこのクラゲ村の、まあ、一つの魅力であることは間違いないやろうし、うん、まあ、それはお客さんとしてじゃないけど今回俺らは、うん、一緒に働く側として見てても、まあ、すごい、まあ、それを感じたし、うん、で一緒に働かせていただいて、まあなんかすごいなんつうのかな、あの、だから信頼できる、信用できるみたいな、そのすごい本当に安心して働ける環境をやったなっていうふうには思うんで、うん、まあ、安全に関してはやっぱり、ね、そのお客さんのレベルに合ったそのダイビングスポットであったり潜り方であったりを徹底しててやっぱり、うん、すごく安全面は感じられました、ね、うん、ね、なんかちゃんと初級の方には初級の方に合ったポイント、うん、潜り方で、まあ、ちょっと中級上級の方に関しては、まあ、ちょっとあの難しめのポイントとかで、うん、潜ってみようかっていう、まあ、やっぱりその本当に幅広いレベルの人、うん、幅広い、まあ、年代の人もおったよな俺らみたいな、うんうん、いらっしゃいました。まあだからほんまになんか誰が行っても、まあ、楽しめるっていうのは、うん、まあ、あの魅力、うん、初心者からも上級者までも幅広い、老若男女幅広い層が全員楽しめる、うん、ダイビングサービスショップ、うん、まあだからそういうね、あのあるよな、初心者から上級者で、まあ、もうなんか分けれるぐらいやっぱりバリの海って、うん、その潜るポイントが多かったり、そうやね、それもある、うん、ほんまにどこ潜ってもまあ俺だけでやったし、うん、めっちゃ綺麗でした。本当にまたあの旅行でもう一回バリ行きたいなっていうのを、うん、ほんまに心から思えるぐらいバリの海ってすごい魅力的やし、うん、でそのまあ海だけじゃなくて、まあ、もう陸上の方、陸上の方って言い方あれやけど、うん、そのなんか生活する面に関してもこの1ヶ月間で結構なんかだいぶ知ることができたし、うん、で知った上でやっぱり過ごしやすいなっていうのは本当になったし、うん、なんで本当に観光地としてのバリもすごいおすすめなんで、うん、まあそのこっからあの結構旅行客とか増えていくと思うんで、うん、まあ日本人の方、外国人の方限らず、まあ行くなら今やぞっていうね、はい、今のうちに、今のうちに本当にここからどんどんね、人増えていくとやっぱりお金の面でもね、航空券が高かったりとかしたりすると思うんで、本当に今のうちにほんまに行って、今のうちにもう人少ない、まあ、人住んでても結構多かったけど、うん、まあ、バリの海楽しんで、うん、でやっぱりそのバリに来たからには潜ってほしいやな、うんうん、せっかくならせっかくなら海も綺麗やし、潜ってほしいし、まあ、でも潜るってなったらね、やっぱり安全は絶対いるんで、うん、まあ、そこはちょっとダイビングショップの方に、ね、うん、まあ、委託して、うん、ちゃんとガイドさんと一緒に潜るっていうのが、まあ、鉄則やと思うし、うん、まあ、そうなった時の、まあ、選択肢の一つとして、まあ、クラゲ村さんは、まあ、僕ら働いてたし、うん、で、まあ、経営者の方がやっぱり日本人なんで、うん、やっぱ来やすいかなっていう、うん、そうやね、それやっぱでかいのがあると思うんで、まあ、働いてたっていうのを抜きにして、はい、抜きで普通におすすめですよっていう、はい、すす宣伝動画になっちゃった、うん、総括動画やったから宣伝動画になっちゃったけど、まあまあまあ、オフラの総括こんなもんでいいじゃないですか、うん、結構尺も取れたし、そうやね、うん、どうせところどころバシバシカットされると思うんですけど、はい、はい、ということで1ヶ月間短い間でしたけど、見ていただいてありがとうございました。見せました、楽しかったです。まあ、もうこれをね、まあ、忘れることなく、うん、まあ、日本でも僕ら生きてますんで、はいはい、また来年次の代、ああそうやな、うん、そう、来年次の僕らの1個下の後輩の子たちが同じくクラゲ村 の方でインターンさせてもらって、で多分これも YouTube もな、そうや、ね、ま、インターン学習の日常っていう、1年越しにその再生リストが更新されると思うんで、また来年の後輩の動画も引き続き見ていただければ、はいはい、嬉しいなと思います。はい、お楽しみに、はい、はい、ということで、ということで、はい、僕たちの、バリ島1ヶ月は、はい、
3週間遅れですが、これをもって終了となります。はい、終わります。終わります。バイバイ。